ちは、平山優奈です。久保太郎です。今日は、ネクストヒーローズという YouTube 番組に来ています。早速、入っていきます。はい。人どうですか、今日。結構来てます。お二人今回あの実況席ってことで、はい、大丈夫そうですか？頑張ります。はい。おはようございます。ファンです。ファンです。ファンです。はい。はい、ダメです。何ですか？ヨーグルト飲んでる。僕ヨーグルトで。はい、こんな俺一瞬だけでいくから。ほら。俺にかかれば。作るしか分かってないよ。自分で。2杯そんな入れるの多いですね。締めますやります。ちょっと待って、あの体張りすぎですよ。そうなるのかね、こんなもので振ったらあかんの。いやいや、絶対あ、はい、できました。これ、水こぼれてめっちゃ濃厚い。ヨーグルト飲みたやつは誰？はい。いただきます。おお、おいしい。結構プロテインって飲みにくいですもんね。匂いはめっちゃいい。だって、うん、あの体中についてる。それ何選んだんですか、味は。カフェオレ。はい。それも勝手にやってくれてる。すごい、フェルの上手。はい。匂いを嗅ぐな、匂いを。何やねん。めっちゃ美味しい。カフェオレ美味しいみたいね。え、カフェオレやん。めっちゃ美味しい。カフェオレ。プロテインっぽくはないんですか、その。プロテインっぽくない。プロテインなのにカフェオレよりうまい。カフェオレよりうまい。OK、洗ってます。え、桃もあって、パイナップル。いちごあんの。それ飲みたい。抹茶。後日飲んでいきます。今顔隠されました。めっちゃこれ美味しい。カフェオレマジで美味しい。何だろう、普通にそうほらこれ何ですか。何ですかこれ。はい、普段飲みますか。プロテインめっちゃ飲む。おお、減塩で溶かしてる。ああ、でこれ水ですよね。水でこのカフェオレ感やばすぎる。やばい、やばい、すごい。なんか運がいいなって感じます。そうですね。ふっきり、ふっきり。ちょっと疑っちゃった。うまい。これで飛べます。おお、頑張ってください。頑張ります。ガンガン盛り上げてもらった方が競技者も盛り上がると思うので、それでお願いします。はい、多分15分ぐらいかかっちゃうかなっていう想定ではいます。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Next Hero 2024! 同じじゃないですか、食べ物を食べるときと。もうそろそろ皆さんに何か思ってやめた方がいい。お、マイクおった。やりましたね。何を求めないでください。だって体操喋んないじゃないですか、やってるのに。なるほどね。そういうことか。対照的です。オープニングすごかったですね。よかったです。びっくりしました。俺のチョイス。いや、最高です。最高。これ以上ないと思いました。先輩の教えです。いや、本当にありがとうございました。じゃあ引き続きお願いします。お願いします。
お疲れ様でした。どうでしたか？すごかったです。お疲れ様です。僕はあの時のことまだ許してないです。ちょっと言いたいことまだ他にもあるんですけど、ちょっと後でちゃんと言います。怒ってるんですよね。かなり怒ってます。これ1枚はい。ちょっと僕アドリブ弱いんで台本ください。動揺しとるやん。言いたいことあるんですけど後でしっかり言いますよ。お楽しみに待ってください。ありがとうございます。大変そうだな。ちょっとやってください。テスト正しい例は伸ばすって言ってたと思うんですけど、若干これです。ここが伸びないとダメ。何やってんだろう。じゃあ、それではですね、まず2人ずつ並んで挑戦していただきますので、太郎さんに言いたいことがあります。先ほども出ましたけれどもね、上伸ばしきってると思いきや伸びてないパターンなので、しっかりと伸ばしきって頑張ってください。それでは素晴らしい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんどうですか？見たいですね。前回何段飛びましたっけ？記録は 2m66 の19段。19段。22引っかかっちゃう。22で失敗したんですね。今回どうですか、挑戦者の方々見て。デカプリの2人かな。と、誠さん。誠さん。うわ、必ず入ってくる。そっから後の何名かがどうなるかはちょっと分かんないですね。うわ、綺麗だな。実際これ飛べるだけですごいんじゃないですか、13段。なかなか飛べないですよね。あ、彼入ってきそうですね。怖いな、怖い。はい、今回ネクストヒーローズという企画、ついに決勝戦ですね。はい。逆立ちのレースが四天王小太郎さんになります。はい、よし。どうですか、意気込みみたいなのをいただければ。いや、どうぞ。頑張ります。今回のコースでもどうですか？やりたいんですよ。あ、まだ練習してない。してないです。でも練習しない方がいいんじゃないですか？100万になっても知らないですよ、僕は。はい。取れ高を気にするか、オルソの口座を守り抜くか、どっちの方がいいですか？口座で。はい、わかりました。はい、かしこまりました。そうなるとどういう作戦になるんですか？いや、もうどっちにしろ全力で頑張るだけなんですけど。はいはい、はい。口座ね、口座ねっていうのをちょっと頭に入れながらやろうかなと思います。じゃあ一回だけ練習しましょうか。ちょっと一回やる。ボン。いや、強い。すごいな。あ、すごいわ。うわ、うわ、すごいわ。みんなすごいって言ってますよ。すごいって言ってるだけね。言ってくれてるだけね。頑張ります。大山君と勝負してほしいので、最後飛び箱見たいですよね。そうですね、頂上決戦見たいので、ぜひ誰でもいいです、もう1人もしくは2人も5人でもいいです、任せてください。期待していきましょう。お願いします。はい、さあ、競技の方に移りますが、皆さんが迎え撃つ四天王は高須幸太郎選手です。よろしくお願いします。大切なんだ。実際に四天王として招聘されます。どうでした、まあ、一連の流れを見ていただいて。頑張ってもらえればと思います。ゆうなさん的には勝てそうですか、幸太郎さんは。ちょっと負けてほしいかも。ユーナさんが注目してる選手いらっしゃいます？ミキトさん。
で一番勝つ可能性があるのはミキさんですか。効率早いから言えること、はい、頑張ります。そのタイムを超えたくれるのでいく前にある高橋幸太郎の挑戦です。チャンス。なんかあるんですね。悪魔が潜んでるかもしれない。あの橋に。ここなんよ。ここだよ。デカプリのミッキー。スタート。まず登り坂、そこから柔らかいゾーンは難なくクリア。これは早い。日本橋もクリアして、さあゴールまで一気に行く。9秒、10秒からどうか。11秒に行く。11秒だ。デカプリミッキーの呼ばず。あぶねえ。やべえ、びっくりした。めっちゃ悔しそう。あぶねえ、もちろんあぶねえ。よしっと、ジョンさんの挑戦です。スタート。さあ、スタートすっと立ちました。ゆっくりのスタートで、なんと上り坂で落ちてしまった。失敗。第2回横水にしましょう。呆然としています。ジョンさん、怖えよ。最後まで集中切らさずにぶっちぎってください。はい、ありがとう。